これのどこが正義なんだよ。うりゃーそうよ、その度胸よ。あんたいつの間にこんなもの作ったのよ。カオル子のツッコミには破壊力がないの。あんた人の話聞きなさいよ。あなたにはもっと破壊力をつけてもらいたいの。勝手に話進めないでよ。って後ろの檻は何よ。対戦相手カモン。漫才をやるの？何言ってるのカオル子。私たちは正義の味方になるのよ。そのために世界のみんなを笑顔にしましょう。それが第一歩よ。なるほど、あいみはいつもいいこと言うな。キャ、照れちゃうじゃん。よし、頑張りましょう。それでは続いてラブフェロモンのお二人です。はい、どうもあいみです。カオル子です。二人合わせてラブフェロモンです。まだ誰もボケてないでしょ。私たちはこうやって世界に笑顔を振りまきましょう。わかったわ、アイミ。彼女たち、なんという才能なんだ。特にあのボケの子は千年、いや一万年に一人の逸材だ。7月でこんなに母音だったら12月になったらどれだけ母音なんでしょうね。なんでやねん。あの時の爆発的なツッコミを思い出して。そんなことあった。あの時のカオル子のツッコミがあればクマなんてイチコロのはずよ。そう言われても覚えてないんだって。かまったれてんじゃねえ。私はここで、そう、あれは高校の学園祭だったわ。